皆様、お、すげえでかい。本日はソロブロックボリューム84ということでございますが、ご来店ありがとうございます。もう知り合いっていう知り合いがもうあちらこちらのライブハウスでライブがあって、本当に今日は歌舞伎町ガラガラかって思ってたんですけど、こんなにいっぱいご来店いただきまして誠にありがとうございます。はい、今日はですね、天候お嬢様の侍をメインに迎えまして、私ども気まぐれジャムやって毎回何をするか分かりませんが、初めてね、令和新年組っていう昭和歌謡のバンドをやってるんですが、今回はリズム隊のお二人にギャルを迎えまして、オールドギャルを迎え、ギャルを迎えて、気まぐれジャムヤというタイトルでですね、名前にして毎回ね、テーマを何にしようかってやりながらやろうかなって思ってるんですけど、今回はね、ジュリーがメインだから、じゃあなんかGS でもやろうかみたいな感じやけど、 GS ってやったことないのにってめちゃめちゃ爆音だし、まあこういう GS もありがみたいなことでですね、終盤戦は GS を4つぐらいと、で、頭から前半戦はいつもやってるやつをということでお届けをしたいと思います。じゃあ気まぐれジャムや昭和歌謡と GS ということでお楽しみいただきたいと思います。それでは始まり、恋を上がるにかけたくと、
歩を離すから背中で睨み合う虎と竜じゃないが俺の中で俺とが戦う一つぐろくよ飛んだ横須賀の海に浮かぶ月みたいな3年ぶりのステージはマイク使って話してええねすいません、33年ぶりであ、もう完全に振られてるなんてなんてはい、すいません、皆さん今日ありがとうございます、こういう場に来させてもらってもう、緊張を通り越してよくわからない状態ですって言ったんが原やん紹介してくれって言うから吠えたんかと思っていや実はな馴れ初めもおもろいのやな俺ツイッターとかやっててでなラナ様とは出会う前からなんか俺のツイッターをずっとこう見てたらしくてあの関西人めっちゃおもろいなってでゴキアンの知り合いみたいなゴキアン原やんの紹介してって言われててまんまとエセ関西人が関西人を騙したというこういう馴れ初めがでまあちょっと飲みに行きますかってなってそうやねんな東京駅で5人ぐらいで1時に集合やったんです昼間、まあ、コロナ禍やったし気がついたらね、11時やったんですどんだけ飲むねんいや、まあ、でもあれやねなかなかやると思うエセ関西人、関西人を騙すちょっとな板についてくるとな、エセもなどうやごけん喋らんついて返答のしようがないわなでもな、俺あれやで、まあ喋ったらな、エセはやっぱりイントネーションがちゃうから、エセってすぐバレるけど、西の人にな。でもね、書いたら、文章も100点って言われてんね。ツイッターやったね。そう、ツイッターやし。ほんま関西の人なみたいな。ネット関西人。そう、まあ、ネット。そういうことでございます。さあ、続きまして、3曲目はね、3曲目もっていう感じの曲やけどみんなねこれはもう30年ぶりぐらいとかに聞くんじゃないっていうぐらいめちゃめちゃもう大昔のなほんまもう大昔の曲でこれねサビねみんなが一緒にこう口ずさめる曲を持ってきたんでこれ多分なその昔あれやんなCM ソングかなんかになってたよなビールの CM 俺らがまだあれだ朝立ちするぐらいの年の頃に流れていたビールの CM ソングを、まあ、やりたいと思いますよさらっと下ネタをさらっとこう通すだろさらっとまあもう普通に聞いててくれたらええねんで俺の日本語は何の害もなくこうスラーっていくから、ね、大阪弁じゃなくて日本語なんだねほなこれな名前なんだ
だっけこれ、三好鉄線で知ってるみんな。三好鉄線やで。三好鉄線の唯一の有名な曲を印税でどこまで食える三好鉄線お届けしたいと思います。涙を拭いて。80年代。
いや、君の場合は小学校にも入ってなかったんじゃないかな。下手したらこの家にいなかったかもしれないし。マンタルビールさあ皆さん、じゃあ俺らはね、サムライのために前座ということで今日は頑張りましたが、最後の歌です。違うわ。じゃあもう最後の歌は電工場をゲストに迎えて二人でちょっとやっちゃおうかなということで、まあ一応な、最後の歌やけど、もうちょっとっていう人がおったらな、あと5曲くらいある。あれだけ早すぎない？まだ5分もあんのかい。さあ、それでは、ジュリーを迎えて送るその歌は、デンコジュリーと和田アキヒコが歌う。チャムさん、足がつったそれ。チャムさん、足がつってからね、今日私でこれ、私やったんですよ。ものすごいちゃんとした和田アキ子のコスプレで。あ、これがすごいクオリティー。あれなんちゃう？眠たい曲ばっかりやるからやろ。何やるの？大丈夫？もうちょっと喋ろう。そうそう、さっき言ってたんだよね。これ昔やったんだよ、私。それをね、すごいコスプレをして、髪の短い あの髪型のカツラを作ってやって、まあ何でもやるな。初代ドアってさ、でっかいところでみんなシーンみたいな感じこの曲をやってシーンとしたんかい。シーンっていうかね、なんかね、みんなちょっとなんかね、ちょっとなんかね、やばいと思うから、ちょっとさ、ちょっとレンコとハラヤン、今年の1月以来仲やったね、付き合ってるみたいですよね汚くないですか？あれやんか。3年目の動きや。あ、ね、そう、ここでね、3年目の動きを。今年の1月やな。ね、ある意味様式みたいなね。よしやに。そうや。そこによしやの。そうそう、スーパーキテレス、メタリキテレスのよしやにね。そう。3年目の動きを。あの人も最高でしたよね。そうね。めちゃめちゃ盛り上がってたよ、もう。お客さんに来てよしやさんに拍手。イエーイ。イエーイ。あの時ありがとうございます。ほんまですな。大嫌いな歌謡曲弾いていただきまして、本当に誠にありがとうございます。しばらく入っちゃってさ、もう大丈夫？大丈夫な？チャボちゃんが復活します。さあ、それでは、花屋の伝国を発信する次の歌は、3年目の浮気ではない。和田アキヒコが歌う歌と言いましたら、もう古い日記しかないでしょう。あの金をとかじゃない。あの金をが。でもね、今日はハネモンでいきたいと思います。古い日記。Oh.
と愛してるとは決して決して言わなくて都会の隅でその日暮らしもそれはそれでよかった二人と雨の日は雨に濡れ今よりも大変なく老いた自由に生きていた終わりましたけど皆さんありがとうございました。アンコールいるんかい。アンコール言ったら5分もあんねんで、ええのか。さあそれではですね皆さん、アンコールにお答えをいたしまして、ガンガンやりたいと思いますが、どこがグループサウンズやっていうぐらいやかましいんだけど、でね、今日はさっきも言ったけどね、伝子ジュリーをお迎えしてるんで、ジュリーの対抗曲やったら何があるかなとちょっと考えてね、で次はジュリーに合わせるやったらこれしかないやろっていうよりも ジュリーのリードボーカルじゃないけどね。まあでも、これこの曲に関してはね、カハシカツミさんなんですよ。旅しか分かった誰も知らんやし。でもこのまま話し続けてタイガースの話しちゃっていいの？あ、何まだ言って、小出しにしようと思ってたのに。ほら今さ、みんなタイガース自体知らない人がいるし、いるよここおじさんと思いますか、おらんもん。タイガースのベースタイガースのベースが俳優の岸辺一徳さんだって知らない人だっているんだからさ。知らん人おる？いないじゃん。知ってるやん。知ってるやん。じゃあドラムの人が慶応高校の漢文の先生だ。知るかも。知るか。何知らんのよ。知ってるよねみんなね。ほら、まあそういうわけで伝子ジュリーに対抗して、じゃあ俺らはタイガースをやろうぜというわけでですね、でもタイガースと言ったらもう歌うたい人は畑ミュージシしかいないわけです。なんでやねん。なんでやねん。まあそのわけでそれではタイガース聞いてください。色付きの女でいてくれよ。だってよ。
ビューティー。おぎり。どう懐かしいべ。でも岸辺四郎さんはもう亡くなりになっちゃったんだよね。それあれだっけ、カッパだっけ、カッパ。そうそうそう。サンゴ城やった人。サンゴ城。サンゴ城な。あれって弟の兄貴なの。ああ弟。弟。うん。で、あれは相棒の相棒のなんだっけ、兄貴。長海。長海。長海は西田敏行。敏行さん。その後左トンペイさんがやったけど。左トンペイもこの前死んじゃった。いや、左さんはもっと前で同じになるんだって。最近さ、不法ばっか続くよね。フラッシュダンスのアイリンキャラも死んじゃったんで、知ってた、知ってた。俺らの世代でしょ、だって俺らの世代、みんな俺らの世代かどうか知らんけどな。本当にもうお世話になったよね、アイリンキャラ。どういう意味で、いやいや、どういう意味で、何だそういう意味やろ、何だそのフリア、君な、君やろ、いやらしいな。そんな俺、黒いのあかんて、黒いのあかん。いや、それ今ね、そういうこと言ったら本当にやばいから。いや、別に黒いのあかんて言ってるだけやし、詮索もしすぎ。さあ、続きまして、ちょっと待って、ちょっと酒飲む。なんでや、なんでそこで酒飲むの。いや、GS やるとかやっぱり飲みながら。さあ、行こうか。さあ次はね、もうね、みんな大好きな人がいっぱいおるやろな。もうな、大好きな人のためにな、次の曲をやります。そしたら今日はこのサビがな、もう脳内リピートしてうなされるぐらい、このフレーズをな、こう吐きまくるから、今日は呪われたような気持ちになって、枕元でこう目を閉じて寝るときにな、ああなんかもうあの言葉が忘れられないいうぐらい、こう呪いの呪文のようにこの曲を、言葉を吐いて、皆さんにお届けをしたいと思います。次の曲は誰の曲ですか？ジャカーダビーチです。っていう人のバンドの、曲で、好きさ、好きさ、好きさ、うるさいほど行くで。お前の全て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 お前の
memory が叶う I love you I love you I love you Yes I do 好きさ好きさ好きさ忘れられないお前もスーパーカー待てないんだよ、カタミン。なんで俺にさ、待てないの。
好きすぎて朝まで待てなかったわけだよ。いや、朝まで待てなかったから頑張ってトンネル開通してできたんだよ。そんな片民の宿泊するトンネルを開通式ができておめでとうっていう曲をお届けして最後にみんなとお別れしたいと思います。さあ、それでは、無事に朝まで待てなくて頑張った片見雄二がトンネルを開通したという歌をお届けしたいと思います。トンネル天国好き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 
奇跡。ああ、もう一度。あたさん、フルカップタッチのハズルまで出てみたか。あたさん、気持ちに用もないのにやっと売りか。お気に入り。